い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。今日はまあネットで購入したものということで、もう持ってるおまけなんですけど、レアな成型色のおまけを、紹介していきたいと思います。でちょっとね、いくつか届く予定の、フィギュアとかございまして、フエラムネのおまけだと思わなくて、ちょっとここを開けてしまって確認だけしてしまったんですけども、まだ中身は開封してないんでね、ちょっと動画にしないとと思って、こんな感じで開封していきたいと思います。これ多分なんか手紙かなんかなんですけど、お買い上げありがとうございましたみたいなやつだと思います。さあさあさあ、今回は結構いいですよ。600円ぐらいかな、すごい安かったんですけど、うえいいですね。まずメタリックのカンガルーとか見えるんだけど、ここら辺はまだ当たるおまけだし全然嬉しくないんだけど、おお、ちょっと見えてる。これがいいのよ。またカワウソもかわいい。さあ、ご対面です。あとですね、動画をちょっと三脚カメラを普通にちっちゃいのに戻しました。そっちの方が見やすいかなと思って、おまけとか。じゃあもういきなりメインから紹介したいと思います。こちら、うわーすげえ、透明のラメが入った台座怪獣の水色ね。しかもいやーすごいね。これね、実は何個かね持ってるんだけど、これに関してはもう今廃盤してしまってる成型色なんだよね。でこの成型色じゃないけど普通のメタリックバージョンのこれは出ます。でどんなメタリックかっていうと、まあ大体そうですね、水色のこのメタリックの色と、あの赤のメタリックの色と、銀色のメタリックの色と金色のメタリック、この4成型色が出ます。だからこのラメのバージョンは当たりません。でラメの色を、まあ僕実は持ってるんですけど、もうこんな感じですでにね、あの自分で当てたものとか、まあトレードでいただいたものも含め、いくつか持ってるんですけど、4個ほどしか持ってないんですよ。これ本当にね珍しいものなので購入しちゃいました。でしかも水色っていうのは特になんか最初の方のラメの台座怪獣なんで、普通のこういう赤のなんかラメとか紫のラメとか、青のラメよりかは貴重なんですよ、水色のやつの方が。だからやっぱりそういうネットとかでもそうだけど、水色の方が出回る数が非常に少ないですし、確かねそんな感じだった気がする。水色の方がちょっと貴重だったと思います。でこれはちなみにですね、いつぐらいだろうな、登場したのが僕が覚えてる限りでは本当に、でもね僕が小学校6年生の後半とか2013年頃ぐらいにいきなり登場して、でそっから1年2年ぐらいあったんだけど、それで廃盤になっちゃった台座怪獣の色なんですけど、必ずこれがその一時期出てたっていうわけじゃなくて、この台座怪獣のラメのねクリアな色が出てた時も普通に確かこういうメタリックバージョンも一緒に出てたんですよ。だから余計に出にくかったっていうのもあって、そんな感じですかね。はい。であと他のおまけもまあ紹介するんですけど、こちらの全然嬉しくない動物スタンプじゃなくて、動物スタンプはこっちか、動物スタンプからやっぱ紹介しよう。動物スタンプはこれもなんか最近見かけないんで、ほんと廃盤になっちゃったおまけなんですけど、最近ね、ここ最近廃盤したおまけです。でまあこんな感じで、まあそんなに珍しくないですね、ほんとここ最近なんで。でこの動物スタンプじゃなくて何回間違えてんだ俺、車スタンプ、これはまだ当たるんで、もし欲しいなと思った方は買ってみてください。でこちらの笛星人のおまけはですね、今、パラサイトコーラージっていう、太陽の光に当たるとおもちゃの色が変わるよっていうキャンペーンもののやつなんだけど、それの1個前の笛星人のやつですね。でこれももうすでに2つ持ってるおまけです。でこちら、このシリーズのものたちはまだ当たるものなんですけども、これは虎ですね、虎と、まあラクダとですね、
ラクダにしてはすごいなんかスケキヨみたいな顔しますけどね。犬神家の。いや、すごいよね。で、なんかすごくバリがついてる狼なんですけど、こんな感じ。どんだけバリ取ってないんでやってくれバリついてますね。はい。これまだ当たるおまけですので。で、こちらのカンガルーのこのメタリックの水色の色はもう当たりません。残念ながら。カンガルー自体はおまけは当たりますので。で、今回はね、こんな感じで購入品を、開封して紹介しました。もうメインは、こいつだけということで、別にこいつらだけで売られてたら買ってないんでね、こいつが入ってたということで、また新たな成型色の、クリアラメの台座怪獣を入手することができました。非常にね、貴重なものなので、クリアラメの台座怪獣って、もう後々もっと何年後とかにね、価値が上がってくるおまけだと思います。ですので、まあクリアラメの台座怪獣をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まあ大事にね、保管しといた方がいいと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。